おばあちゃんの十三回忌の法事の時、お坊さんがお経を読んでいる時、私はお坊さんの真後ろに座ってた。隣には妹。この妹が最悪なやつで、笑っちゃいけない時に限って笑わそうとしてくる。そんなことは分かりきっていたんだけど、隣からトントンと膝を叩かれ、つい振り向いてしまった。そしたら、お経に合わせて、ヒップホップの人とかがやる手の仕草、サイン・コサイン・タンジェントみたいな形にして、よう、よう、と押してて、危うく吹き出すところだった。口と目を大きく開いて、声だけ出ないようにして込み上げる笑いをやり過ごしていたが、笑いは、波状攻撃を仕掛けてきて、とても辛い。妹は、視界の端で、まだ、よう、よう、やってるし。私は、母親に助けを求めようと、訴える視線で母を見た。すると、母は、両手の人差し指で眉毛を隠して、こっちを見てくる。笑いこらえすぎて、視線が見えてきた私は、手に持っていた小さいタオルを口に突っ込んだ。苦しいけど、これで、声は出さずに済みそうだった。でも、お経が終わって振り返ったお坊さんにタオル食ってるの見られた。しかも、それにびっくりして私鼻水飛ばしてしまった。父は、父で足が痺れて巨木のようにばったりと倒れるし、もう死んだばあちゃんに迎えに来てほしかった。